教えて。聞いても教えてくれないから。教えてくれるの？
だってなくしたからロボットしてくる。ちょっとだけ。絶対に見つける。お待ちしてましたよ。岡崎Tomoyaさんですね。古川さんという女性の方から連絡をいただきまして。そうです、私ですか。私は岡崎志乃と言います。あなたの父親の母です。大きくなりましたね。ええ。でもあなたが覚えてないのは無理もないですよ。まだまだ小さかったですから。あのバカは、まだ罪滅ぼしの途中ですか。大変な思いをしたでしょう。わかりますよ、直之のことですから。
昔はあんなバカな子ではなかったんですよ。若い結婚でした。二人とも学生だったから誰もが反対しましたよ。でも直行は高校を中退してまで働いて敦子さんのために頑張った。小さなアパートで二人暮らしを始めて、収入も少ない中やりくりして、何を好んで苦労してるのだろうってね。周りは不思議そうに見てましたよ。でもね、直行はそれで幸せだったんでしょう。ずっと一緒に暮らしてきた私なんかでも見たことのないような笑顔でいましたから。自分の力だけで愛する人を守って生きていく、それだけであの子は幸せだったんですよ。やがて敦子さんのお腹に直行との子を宿しました。ささやかな祝福の中で、Tomoyaさん、あなたは生まれてきたんですよ。二人きりだった生活は家族の生活になりました。直行は今まで以上に頑張って働きました。ずっと笑いながら。でもその幸せは長く続きませんでした。敦子さんが事故に遭ってそのまま他界してしまいました。直行にとってそれは立ち直れないほどの悲しい出来事でした。あの子は家族の幸せを守って生きてきたからです。でもまだ絶望するわけにはいかなかったのです。友也さん、まだ幼いあなたが残されていたからです。こいつだけは自分の手で育て上げるからと。あなたはその日この場所から直行と手をつないで歩いていったんですよ。覚えていますか？そこから始まった日々があの子の人生の中で一番頑張った時間なのですよ。仕事と子育てを両立することは難しかったんです。何度も仕事をクビになって転々として、それでもあなただけは手放さずにいました。なけなしのお金でおもちゃを買い与え、お菓子を食べさせて、自分の運や成功する機会全てを犠牲にしてあなたを育て上げたのですよ。時には厳しかったでしょう。時には乱暴だったでしょう。でも全てはあなたを無事に育て上げるためだったのですよ。そしてあなたが手のかからない男の子として育った時、あの子は全てを失っていました。仕事も信頼も運も友も、そこからはもう堕落していくしかなかったのです。友也さん、直行はダメな父だったと思いますか？あの子も弱くて情けない人間でしたよ。わがままばかり、乱暴で、
人間としてはダメな人間です。でもただ一つだけ私は今も誇りに思いたいのです。人間としてはダメだったけど父親としては立派だったと。友也さんもそう思ってくれますか。ありがとうございます。友也さん、あの子は頑張りすぎました。そろそろ休んでもいい頃でしょう。どうか伝えてください。もう帰ってこいと。私はこの場所であの子を待ち続けます。あの子とここで暮らせることを願って。見つからなかった。あれは一つだけだから。選んでくれて買ってくれたものだから。初めてパパに。欲しい。でも今日は大切なものなくしたから悲しい。パパ、もう我慢しなくていい？泣くの。ナエさんが泣いていいのはおトイレかパパの胸だって。
待っていますよ。Thank you.
私一人にしたらダメです。何でも一緒がいいです。ずっと一緒です。落ち着いてください、ともやくん。私はどこにも行かないです。ずっとともやくんのそばにいます。やってください。私はトモヤ君のために今ここにいるんです。他の誰のためでもないです。トモヤ君のためだけにです。ずっとそばにいます。どんな時もいつまでもそばにいます。楽しかったですか？はい。はい。はいはい。埋め合わせはいくらでもしますよ。どうしましたか？それ持っていきますか？もちろんです。家族ですから3つとも持っていってください。
私は何も。頑張ってくださいね。この嫁を口説いてんじゃねえよ。え、女性としての私は好きじゃないんですか。てめえ。さっきデートに誘われました。冗談ですよ、アキオさん。本当ですけど。ほらほら、アキオさん。私は一生、アキオさんについていきますから。本当か？はい。だから、トモヤさんとも仲良くさせてくださいね。ちっ、そういうんなら仕方ねえな。心は痛むが目をつむろう。久しぶりだな、小僧。なんだ、死んだ魚みたいな目してたやつが復活してるじゃねえか。よし、野球しようぜ。てめえ、サナエをデートに誘っておいて、俺の誘いは断るってか。お、よし、ウシオよ。てめえの親父の無様な姿をその目に焼き付けるがいい。そりゃお前次第だろ。打てばいいんだからな。ウシオはどちらが勝つと思う？アッキー。あいつは俺の剛腕を見て育ったんだぜ。正直アホな。サナエよ、
お前も人のことは言えねえだろう。お前だってあの日から泣いてね。よく知ってますね。当たり前だろ。俺様を誰だと思ってんだ。私はやることがありましたから。だからよかったです。自分を見失わないで済みました。でもそれも終わっちまったな。はい。5年かよ。長いお勤めだったな。はい。ご苦労さん。いえ、私たちは家族ですから。はあ、そうだな。はい。だからもう泣け。何がです？お前はよくやった。今度はお前が泣く番だ。どうしようもなくなっても俺が助ける。お前が泣き止むまでそばにいてやる。だから泣け。起こしてしまいましたか？いえ、騒がしいですけど、休んでいてください。いえ、手伝ってもらわなくてもわがまま聞きますよ。何でしょうか？構いませんよ。仕事じゃなくてですか？お父さんのことですね。はい、ゆっくりしてきてください。